携帯電話やカメラ、ゲーム機などの電子機器、これらに共通して使われているある意外なものがあります。誰でも目にしたことがあるものなんですが、皆さん何だか分かりますか？実はこちら、粘着テープです。私たちはよく梱包などで使えますが、このような電子機器の部品としても重要な役割を果たしているんです。粘着テープは電子部品の貼り合わせだけでなく、電磁波の遮断や絶縁などさまざまな機能を持つものがある。粘着テープの総合メーカー、寺岡製作所、布テープや養生テープのメーカーとして知られているが、売り上げのおよそ 50% は電子機器や自動車などの産業用テープだという。それほど粘着テープは生活の中、目に見えない場所で使われている。テープという製品は主役となることはないものの、主役を引き立てるためになくてはならない脇役的な存在ですが、時に性能を主張する特別な部品、商品といえる側面もございます。お客様と共同開発してオーダーメイド的な製品開発も行ってまいりました。寺岡製作所は一般向けから業務用まで、さまざまなテープの開発・製造を行うテープ一筋のメーカーだ。寺岡製作所は1921年の創業、日本全国へ電気の普及が進む中、電線の絶縁用粘着テープの製造からスタートした。その技術はブラウン管ディスプレイの防爆テープ、自動車のハーネス用絶縁テープ、近年ではスマートフォンの防水用テープへと受け継がれた。常にその時代の変化に対応して製品開発を行い、新たなテープを市場に供給し続けている。海外にも現地法人を設立し、海外市場のニーズにもタイムリーに応える体制を構築している。電子機器などで使われる光学用テープはクリーンルームを設置した高いクリーン度の工場で生産される。市場のニーズに応える高品質高機能な粘着テープの生産が可能だ。完成したテープは品質検査を行う。合格した製品が国内、そして海外へと送られる。テープ専業メーカーの強みを生かして少量多品種の生産も可能。テープの切断サイズをオーダーメイドできるなど、きめ細かい顧客ニーズに対応しているのだ。寺岡社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ニーズは様々あるかと思いますが、御社の強みはどんなところでしょうか？お客様からは小回りが利く寺岡というご信頼をいただいてますけれども、それをもっと質的に上げていくような経営をしてまいりたいというふうに思っております。今後はどのような展開をお考えですか？6カ年を計画とした中期経営計画を現在策定しておりまして、前半3年は筋肉質な組織作りをメインとした年にしようと、大きな発展の前に、ジャンプする前に筋肉質な組織作りをしようといったものでございます。そして御社は海外への展開もお考えなんですよね？香港、中国に3現地法人を作っております。はたまたインドネシアには私ども唯一の海外生産子会社である工場を作っております。そのインドネシアの生産子会社というものは、今後グループの基幹工場の一つとしてますます拡充を図っていく予定でございます。あらゆる産業、そしてあらゆる国にこう広がりが見えられますよね。そうした新しい市場を知恵も使いながら発見して業績拡大を目指していきたいというふうに考えております。